府院の争いとは、中華民国初期の1916年から1917年にかけて、中華民国大総統の霊元博士と国務総理の断基髄の間で行われた政治闘争である。総統府と国務院の争いであることから、府院の争いと呼ばれる。表面的には、当時の諸問題に対する政策の衝突であるが、その根底には、 当時の中華民国がその政治体制のモデルにしたフランスの反大統領制における小浴びたシェオン状態があり、さらにその根底には霊元広士と断気髄の心情的対立があった。この争いは1917年5月23日に霊元広士が断気髄を罷免することで一応の決着を見るが、事態はすでに調整型の霊元広士の手に負えなくなっており、 1917年7月1日の長勲復癖を経て7月17日に霊元博士が大総統を辞職、強権型の断基随が国務総理に返り咲いて政権を取った。1916年6月に中華民国大総統、遠征外が病死すると、霊元博士はその後を継いで大総統に就任した。これが遠征外の後継者としてなら、 北洋軍時代からの側近の断気髄、強国省、女性省が大総統を継ぐべきところだが、それでは、遠征外による、帝政復活宣言以来反乱まで起こしている、両慶長ら南方の五国系が納得しない。それに、北洋軍閥内にも派閥があり、その中の誰が大総統になっても、北洋軍内に、しこりが残るだろう。それならばまずは、国内の安定を、と、 中華民国の後継者をアピールできる霊元広氏を大総統に昇格させるという無難といえば無難な人事で落ち着いたこの人事を決めた女性賞段紀随ら北洋軍閥にしてみれば大総統とは言ってもあくまで区鬱であり政治の実権は政治同国無教が握るものと考えていただが北洋軍閥最大の誤算はここにあった霊元広氏は区鬱であることに 我慢できなかったのだ。この後、大層豆腐の長である、霊元広氏と国務院の長である、段気髄は対立を深めていく。余に言う、不院の争いである。下記に、この時期の個々の争いを記す。個々の問題は、政策闘争であるが、そこに、見え隠れするのは、霊元広氏と段気髄の個人的な相性の問題であることを、忘れてはならない。 遠征外ばっかの生え抜きという自負と北洋軍という軍事力のある断気随から見れば霊元広氏はなんとなくここまで来てしまった男であり自然と見下した態度をとってしまう霊元広氏としてはそれが面白くないこの大小二つの対立構図の総称が不倫の争いである長訓断気随が罷免されたことで不倫の争いは一応の決着を見ただが 段気髄が下夜した途端、北洋軍閥系の特軍が続々と中華民国からの独立を宣言した。慌てた霊元広氏は、徐州にいた非参戦派の長君に特軍団との仲裁を依頼する。6月7日、長君の手勢4300名の兵が入京してくる。北京を武力制圧した上で6月8日、霊元広氏に対して国会の解散を要求する。 背に腹は変えられないと、霊元広氏はこれを了承。国会を解散するのだが、民国期になっても、弁発を止めないほどの保守派である長君は、ここぞとばかりに、立憲君主制を目指す行為を呼び寄せて、7月1日に、新朝最後の皇帝戦闘帝を福井させてしまう。在北京日本公使館、霊源広氏は、日本公使館に避難し、七月三日に、そこで、断基髄と、 兵国省に、長君の軍の制圧を依頼する。7月5日には、段気随を再度国務総理に任命し、7日には、兵国省を大総統を代理に任命した。表舞台に舞い戻った、段気随の北洋軍閥はあっけなく長君の軍を打ち破り、7月12日には、北京を制圧。段気随は7月14日に悠々と入京を果たしている。この日のうちに、霊源広氏は、 日本公使館を出て、大総統辞職を宣言し、政治の一線から退いた。政治同国無協、後に解そして、国務総理、内閣の主犯で首相に相当する。三党省、法天省、吉林省、国旅公省、河南省、直霊省、石工省、チャンスー省、湖北省、厚生省、水園省、ジャハル省、熱火省の十三省特軍。 各省の軍事長官。遠征外時代に届くから特軍に解消された。この時、長君自身は天心に残っていた。ありがとうございます。